出た今週もええな。まめさんね、鈴木さん頭。昨日買ってきたんよ。昨日買ってきた、うん、この間ちょっと伸びてたもんね。この間は、ね、その前に熱出しておりもどうにもできへんかった。こうやってカカ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 カやんのお前、エビさん。お前それやれよ、お前。カカカカ熱いから待っとく。カカカカカカカ、はい、すいません、ありがとうございます。焼きそばきた。エビさん危ないぞ。ソースも出ておきます。ありがとうございます。この夏中華、うん、太い麺じゃなくて、あ、ほんと細いね。うまいね。焼きそばです。食ったことないけどね。はい、ありがとうございます。かなり辛いんで、ちょっと気をつけて。はい、焼きそばいただきます。そうそう、自分でかけりゃいいじゃん。ちょっとママ味見して。あ、エビさん、お前ちょっとだけ入れるよ。餃子ある食べる。いらない油そばは。食べよう食べよう。あんま食べてへんかったっけな。熱いよ。やばい、うまそう。いただきます。これがね、入ってっからまだ、あのマンボ焼きに。あ、ほんまめっちゃ辛いこのソース。あ、ソース入れた。いただきます。すみません、ライムの方。はい、はい。チチ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 ありがとうございます。これめっちゃ辛いな。いいやん。何が入ってるの？水産好みやろ、うん、みんな甘ったビールだけか。そんな辛いの、うん、食べてみて。美味しい。焼きそばとあとマンボ焼きです。いろんなマンボ焼きみたいなやつ。これから。これはこれお酒。お酒。これも。エビス3つ食うから。お酒や。うちらお酒しか飲まへんやん。そうやろ。いつも飲まへんやろ、お酒しか。お酒以外飲んでることがありますか？俺酒しか飲んでへんから。ほら。いいや、美味しい。でも何もつけんでも辛い。これとは火お願いします。ん？普通に辛い？うん。マメさん結構辛、辛、辛、辛さに弱いんや。弱い、弱い。辛いわけ？弱いまであんま辛しないのでよかったな。あ、じゃああんま辛いのに塗らない。ポーン！毛がペーンって取れたもんや。あ、でもそれ私もやね。なったら結構鼻に汗かかる。はい。はい、すいません。それでは、はい、チューハイライム、乾杯。乾杯したやんけ、さっき見てなかった。さっきやったよ。ちょっとじゃ焼きそば食う。これ焼きそばうまいねんな。うん、うまい。落ち着くわ。あー、いけててよかったね。うん、うん、おいしい。みんななっといて、うん、いきててよかったね。どういうことやろ、まあ、いきててよかった。ここまであんたが知らんでよかった。おいしいやろこれ、うん、ゆで麺かな。なんやんなこれな、ね、細麺のな、博多ラーメンみたいな。いきててよかったね。うまや、もちもちしたね。うんうん、ちょっとよかったな。うん、ちょっと焼けてパキッとなったところ。辛っ。あ、そうや、ね、ほんまに、そうですね、辛い、うん、このカリカリ焼いたところ。うん、うん、あ、そう、おいしい。何おいしかった。おいしい。ちょっと偉い人かよ。お前、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 こんな感じよ。ナトイちゃん、これかわいいね。どれかわいいの？どれかわいいの？クマちゃん、チョップ。クマちゃんのかわいいもん。いや、クマがかわいいの？エビス、チョップがかわいいんじゃないの？チョップやな。シズルちゃんがおれへんから、ちょっと。シズルがな。でもチョップいったらそんな感じやんの。うん、もうちょっと飲んだらあれじゃん。そうそう、そういうことや。いじりたい方だよ。あの鼻が赤ながらね、エビス、エビス、チョップは鼻が赤くなってからやから。たまにはおじいちゃんいじってみようか。え、おじいちゃん、おじいちゃんいじってみよう。あまり激しくしたらじいちゃん焦点しようか。どんどん逃げるわ。エビス様入れてもらえ、ママに。
よ、エビスはやるんだから。お前できひんって、まだ小学校1年生。カリカリの一番美味しいやつや。お前一番得なとこやってるな、お前。子供特権や。カラシ入ってない。入ってないわ。カリカリだよ。あの、生姜、生姜。あー。あー。入ってへんで、生姜。これすごい食え。入ってへんよ、生姜。ないって。これこれのことじゃない。これ麺や。麺がパキパキで美味しいで。うまいな。カリカリ美味しい。カリカリ美味しいやろ。文句言う場所みたいな。ストレス発散の自分が嫌をつけて。どうしたの、エビス。なんでママがずるいの。何？だってこれ取れてる。お前食べたやんけ、一番食ってんじゃん、お前。まだつい来るやん。お前が来るよ。金箔になるから取っとかな。じゃあでさ、いや、なんか。マンボウ焼き。姉さん、ごめんなさい。レモン持たないでください。あ、ライムも。ライム、はい。はい。切ろう。いいよ。いいすか？切りましょう。あ、いいよ。豆さん切って。豆さん切って。うわすげえ。何それ。ドリルパン。なんか動画で見たな。どっかで見たような切り方やな、これ。いいね。ぐらぐら揺れとんな。いいや。めっちゃ揺れてる。おー、うまそう。うまそう。いいね。あと、いや、真ん中に卵があるからね。ああ、なるほど。よっしゃ、クエクエ。もうこれでいけるわ。もうクエクエ。ひとこじサイズ。まいったおじでいいよ。いただきます。はーい。あ、食べようぜ。熱いからやばいから。熱いからこっち入れとく。これは辛いのかけとく。いい。はい、いただきます。いただきます。うん、食べていいよ。あと、やえびす。ちょっとずつ食べな。一緒なんやろ。ん、一緒一緒、急ぎは一緒。それより、いただきます。これお酒でしょ。美味しいわ。野田の焼きみたいな感じやな。うん、ちょっと麺よりみたいな。決まり。決まった。やったやん。やったやん。おめでとう。もうすごい。なんか分からんけど。うん。スケさん。え、あ、めっちゃ嬉しい。全部、自分のユーズが全部通った。どこで？ナトリさん。ナトリさん、仕事決定です。中級モイカとか全部通った。あー、よかった。辛ソースうまいな。うん、美味しい。よかった。これ食べたら行くよ。あ、言わせるのね。いや、そんな大したことないね。バイトやん。バイトやん。でもよかった。なにこちゃん、よかったね。うまいな。これで食いっぱぐれへんわ。食いっぱぐれた？うん、食いっぱぐれてたから。これかけなあかんやろ。おいしい。うまい。うまいわ。1000円ぐらい超えてんじゃん。5ヶ月の何もしてへんかったな。何にもしてへんかった。ちょっとやめますで。エビス美味しい？喧嘩売ってんの。なんで FX としてでしょ。いや、私1円もお金になってん。なんでネイルはしてないの。してんでしょ。ネイルたまにだけ。でもお金になってん。いや、でもそんな食べるほどないもん。え、ちょっと初めてでもない。いや、まともに来たのが修学旅行で。でもさ、お母さん見た。撮ってんのか。撮ったことはあるけど、こうやってちゃんと来たの。通り道よ。これも京都の嵐や。だって京都なんて修学旅行以来の。ないない。え、そうなんや。私もだって、あのタレントショップとか流行ってる時、毎週に行ってた。中学校とか。嵐山やろ。スネルズとかのバレンタインズハウスとか、山田邦子の店とか。あかん。違うか。でも、タシのマサシもあったよ。もうタシのマサシもあったし、ジャニーズショップもあったし。あったね。そう、タケシの店は。あって言ってたよ。元気が出る。時代ちょっと、元気が出る。元気が出る。あ、ね、カレー屋さんあったよ。インドカレー。そうそうそう、あったあった。だな。タッチャン漬けとかは。タッチャン漬けだ。タッチャン漬け最近よ。青りのタケシはちょっと、なんかかっこ悪いよ。そう？青りのタケシ？まああったな、タレントショップ。京都もちょっと楽しかった。全部潰れた、あれ。全部ね。あ、そうなんや。そういうこと、味噌ラヒバリ感すらないよ。あった。嵐山の、うずまで映画もね、入ってる。
終わるか。京都なんかグランベールのフラッシュグランベールって何？なんか迷路、大きい迷路。なんやねん、それの方が分からへんわ。そのまで行くとこやろ。もう私もこれ先真っ暗やと思って。何がや。ああ。仕事がないからな。ま、仕事の話があったから。マメさん、マメさんも食いや。シゼさんも食べや。マジか、ま、マメさん、マメさん小食やからな。そんでもほんま一日に吉牛2杯ぐらい食えるんやな。うん。1日にめっちゃ食べてるやん。1食じゃないんや。1食では無理。なんでやねん、食べてるじゃん。最初1食でな、うん、波の半分しか食われへん。薄いやん、もったいない。吉牛大好きやんけど、ピークの時に吉牛3つぐらいわーっと取ってんけど。そう、今だからそんなカスカスだってしもてんよ。そうそう、いけつけへんわってねんけど。でも野菜とかさ、そこが合ってるんじゃない。野菜だから食うと今オフやんな。野菜ばっかりカッパやからな。全然何も食われへんよなって。油あかんわ、体が変な染み出てきてもうあかんわ。変な染み出てきて老人やんじゃん。リンゴさえ食べてたら生きていけると思う。それだけじゃあかんやろ。蜂蜜とかあとくるみとか食わない。くるみって俺ここ食べないよそんなに。うちのお父さんくるみめっちゃ肝健康にいってくるみがいいさって。あ、そうなの。カロリー高いんちゃうの。なんかでめっちゃあの抗がん剤みたいな味でして。そうなんや。俺の友達な、くるみあの割ったやつがさ、脳みそみたいな形してるやん。だからこれネズミの脳みそやって言って食わしてな、うん、あの、おどおど食うてた。これの、マジっすか、マジっすかこれ、マジっすかっつって。食えるんすかこれ、雑菌とか大丈夫っすかって。大丈夫で、俺も食えっから、俺も食うからって言って、マジっすか、俺、友達に言おうって言ってもらう。これネズミの脳みそスペインで食べたって言おうって言ってたもんね。俺の友達もツアーもんやで、うん、昔な、高校の時な、うん、何でもかんでもジュース置いとったらそいつ勝手に飲みようねや、人飲んで、うん、で腹立ってたらそいつトイレ行った間にさ、かけすぎやろ、コーラの途中にさ、パーマって柔軟剤あるやん。ちょっとそれポンタップン、ドポンタップンお試しにやって、うん、うわー入れてほっといたんやん、うん、俺もめっちゃいい匂いやん、パーティーやん。トイレ行って帰ってきて、うわーってコックコック。大丈夫です。10分ぐらいだって、お前今のコーラ大丈夫やったかいで。水曜日口の中に泡が出てるけどな、大丈夫やろ。水曜日怖い。そうか、お前元気やな。それだって抵抗力があって。だよな、たまたま抵抗力ね。混ぜるな、危険なやつ入れたら多分やめて。すごいな、仕事長すぎて。さあ、食べました。終わりです。ママも悪い時もあるよ。ママ悪い時あんの。あ、ポリパーされた。6,010円。はい、ありました。ポリいらんわ、お前です。口移しであげます。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。さあ、ポルタ、ポルタです。壊れていきます。興味あげのミスとかあるやん。宝くじとか置いてる。宝くじかよ。この間宝くじどうやったんやの、あの二人。宝くじ当たったん、あれ。ハズレか、やっぱハズレやったんや。やっぱハズレか、そやな。チョップどんなお土産が欲しいの。どんなお土産欲しいの。お菓子と漬物。漬物やったらこれやる、これやる。漬物やったら千枚漬けと、千枚漬けと、京都は千枚漬けと、水菜とすぐきやから。パチコね、まだちょっとおるおるおる、いいよ。もう行っておいで。これチョップ、これ食べね、これチョップ、これ食べて。これあの、今日つくの、これです。これ京都、京野菜っていうのはそうだから、これですね。すぐきっていうやつ、これあの野菜。これはね、京野菜ですね。その三つ、京都。あとはね、柚子系のやつ。柚子系の
漬物ね。なんだろ、これやろ、これこれ、これだろ、これ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 すごい木、なんかサッカーさんにパッと浴びたい、これこれ、京都やろ、京都やろ、これ京都やろ、これ京都やろ、それあとお菓子やったら、アジャリ餅やって絶対アジャリ餅、絶対アジャリ餅